Hi everyone! 皆さんこんにちは。英語スクールオーナーのゆかりです。今日は起業シリーズ第3弾です。今日シェアしたいのは、ビジネスを始めたらまず最初にやること、一番最初にやること。で、これめちゃめちゃ重要なのに結構やっていない人が多いことなので、この動画を見たらぜひ皆さんやってほしいなと思うんですけど、その前にこのシリーズでは、自分で何かしたいんだけど何をしたらいいかわからない。自分が本当にやりたいことを見つけて、それを仕事にして、そしてどうやってお客さんに選んでもらえる自分になるか、これをブランディングって呼んでるんですけど、その方法をシェアする動画です。シリーズ1本目の動画では自分のやりたいことを見つける方法をシェアしました。そして2本目の動画、前回の動画では起業が成功するビジョンの描き方をシェアしました。まだ見てない方はぜひ見てみてください。今回の動画ではもう自分のやりたいことが見つかって、そしてこんな未来を描いていきたいなっていうものももう自分の中にあって、そんな方がじゃあ初めの一歩としてこれからどうやってビジネスをスタートしていったらいいのか、この部分をお伝えしたいと思います。やりたいことがあるけどでも一歩踏み出すのが怖いなと思って、まだ始められていない方たちの役に立てば嬉しいなと思います。そしてこのシリーズでお伝えする内容は、私がやっている起業女子会という6ヶ月のプログラムでシェアしているものです。この起業女子会のコンセプトは、今の自分のまま好きなことで起業するということで、つまりこれから何か資格を取ったり勉強したり学校に通ったりするんじゃなくて、すでに自分の中にあるもので実はもう起業できるだけの知識も経験もあるんだよ、あとはそれは何なんだろうっていうのを明確にして、自分の好きなことと組み合わせて自分にしかできない仕事を作っていく、その方法をお伝えして一緒にビジネスを構築していく、そしてお客さんがつかめるようにサポートする、そういった講座です。興味のある方は LINE 登録していただくと、登録してくださった限定の起業に役立つツールのプレゼントだったりとか、 LINE でしか発信しない情報もシェアしていますので、よかったら概要欄のリンクからお友達登録してください。はい、ということで本題に入ります。起業前にまずやること、一番大事なことだと私は思っています。それはホームページを作るとか SNS 活用法を学ぶとかそういうことじゃなくて、私たちのビジネスのコンセプトを決めるということです。コンセプトって何ってことなんですけど、皆さん Start with Why っていう本ご存知ですか？これ海外のめちゃめちゃ有名なビジネス書なんですけど、この本はサイモン・シネックさんという企業のリーダーたちがどんな風に会社をインスパイアしているのかとか、そういうことを研究している人が書いた本で、彼のテッドトークはテッドトーク史上4番目に最も見られたテッドトークなんですよ。タイトルが How Great Leaders Inspire Action、 優れたリーダーはどうやって行動を促すかっていうタイトルなんですけど、この動画ね、私も何回見たかわからないぐらい大好きなんですが、この人がね提唱していることが、本のタイトルそのまま Start with Why、 Why、 なぜから始めろってことなんですね。つまりビジネスにおいて、なんであなたそれやってるんですかっていうところを明確にして、それを伝えろってことなんですよ。こちらが彼が提唱している図なんですけど、外側から What、 ビジネスとして何をやってるのかっていうゾーンがあって、その内側に How、 どうやってビジネスをやってるのか、そして真ん中に Why、 なんでそのビジネスをやってるのか、こんな風に3つのレイヤーがあります。例えば私の場合、起業した時ってマンツーマンの英会話レッスンをしようって決めたんですね。これが What の部分です。で、どうやってやるのかっていうと、オンラインでやります。なので、世界中どこにいても、あなたのご自宅で受けることができます。ここが、How、 どうやっての部分です。で、多くの人がこの Why の部分を考えずに始めちゃうんですよ。でも一番大事なのってこの Why の部分で、特に私たちみたいに個人で仕事をしてお客さんを獲得していく場合、この Why の部分がないと他にライバルがいすぎて私たちを選んでもらう理由がないんですよね。で、この Why の部分を考えることを私はコンセプトを決めるっていうふうに呼んでいて、要するにコンセプトっていうのは、一体このビジネスっていうのは何のための、誰に向けたどんなビジネスなのっていうのを一言で表したものなんですけど、私の場合、当時ビジネスを始めた時は、知ってる単語だけで英語が話せるようになる英会話スクールというコンセプトでした。単語帳でいっぱい勉強したりとか、すごい難しい言葉を知らなくても全部言いたいことが言えるようになる、それをコンセプトにしてスクールを始めたんですね。これが今思ったら、さっきのサイモンさんが言ってる Why の部分がこのコンセプトだったなっていうふうに思います。なんでかっていうと、私は1回留学に失敗していて、4ヶ月も留学したのに全然話せるようにならなかったんですけど、間違っちゃダメとか正解を求めすぎてて喋れなくなってしまって、全然うまくいかなかったんですね。なんだけど、もう一度自分で英語を勉強し直した時に、難しい言葉全然知らなくても知ってる言葉を何とか駆使すれば言いたいことを伝えられるっていうことを身をもって体験したんですね。
私みたいにこのメンタル気持ちが邪魔してなかなかうまく話せないっていう人たちって日本人にすごい多いなって思ってたから、私がうまくいったこのやり方で彼らの悩みを解決したい、だから私は知ってる単語だけで英会話はできるっていう風にコンセプトを決めたんです。これが私のスクールをやる理由だったんですね。私がビジネスでうまくいったのってやっぱりこのコンセプトを作ったからだと思います。このおかげで、あ、その考え方いいって思ってくれる人が私を選んでくれたんだなと思っています。で、まあそんなこと言ってますけど、最初は私も失敗したりとかしてて、例えばモニターさんを募集したんですね。試しにレッスンを受けてもらおうと思って低価格でモニターさんを募集した時に、その時はコンセプトとか何も考えてないから既存のテキストとか使ってレッスンしたんですよ。そしたら、こんな英語一体いつ使うのとか、いつ来るんだかわかんない状況で使える英語みたいなのを教えてしまって、全く意味ないなと思って、やっぱり誰かが作ったテキストとかじゃなくて自分だけのスクールのコンセプトを決めて、それに合った教材を選んだりとか、もしくは自分で作ったり、私はもう 100% 自分で作ってましたが、そういったことをしないと無理だなと思って、そういったモニターさんとの経験とか失敗とかトライアンドエラーを経てこのコンセプトにたどり着きました。なので、これから自分でビジネスをしていこう、自分の仕事をやっていこうって思っている方は、こんなことやってます、こういう風にやってますじゃなくて、なんでやってるのか、自分のビジネスのコンセプト、このためにこれやってるんだっていうのをまず考えてみてください。で、このコンセプト作りって結構大変というか時間かかるんですよね。やっぱりすっごいいっぱい考えないといけないし、深掘りめちゃめちゃしないといけないので、企業女子会ではツールを用意して、それに従って考えていくことでこのコンセプトを見つけられるようになっています。例えば、企業女子会の第1期のメンバーさんたちが考えたコンセプトは、完璧な英語から伝わる英語へ、ゆる英語コミュニティとか、なんかこう聞くと、あ、ここだったら正解にこだわらずに、しかもゆるくアウトプットできるんだっていうのが分かりますよね。この方も大手英会話スクールで英語を教えてた経験から、やっぱり既存のスクールのやり方に疑問を持ってらっしゃったりとか、あとはやっぱり日本人が心がブロックしてしまってうまく英語を話せないなっていうことを常々感じてらっしゃるから、やっぱりゆるくっていうところをすごく大事にしてコンセプトを作ってらっしゃいました。自分のビジネスの唯一無二のコンセプト一緒に考えていきたいなという方は、ぜひ企業女子会今2期募集してますので遊びに来てください。はい、ということで、ここでプレゼントのお知らせです。シリーズ1本目2本目の動画でもシェアしたんですが、自分の本当にやりたいことを見つけるためのお役立ちツール、こちらプレゼントいたします。自分のやりたいことを見つけるために3つ大事なことがあって、それは自分の価値観を知ることと強みを知ることと好きなことを知ることなんですが、まあ、好きなことは、まあ、自分で分かっているにせよ、価値観とか強みとかって結構他者目線だったりとか、あと価値観って一体何があるのっていうのを知ってないと、なかなか自分で見つけることって難しいんですね。なので、それを言語化した価値観のリストとか強みのリストをプレゼントしていますので、ぜひ企業女子会の LINE にお友達登録してもらえればと思います。お友達登録してもらった瞬間に無料ツールが届きます。そして企業女子会で、もう本当に女子会みたいな感じで、ワイワイ楽しく自分のやりたいことを見つけてビジネスを作っていって、一緒に頑張っていきたいなっていう方、ぜひ企業女子会に遊びに来てください。簡単な顔合わせのミートアップが10月10日の月曜日から、そして講座のスタートが10月17日月曜日から始まります。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。 Alright, that's it for today. ではまた次の動画でお会いしましょう。 Thanks so much for watching. See you guys very soon. Bye.